皆さんこんこにちはでですすのレッツ話79回目です1996シーズン全体を少しずつ振り返ってきましたで今回はまとめに入りたいと思います96年を外括して述べたいんですけど今回は試合編チーム編と言っていいのかなまずこの年根拠のある期待で始まったんですね言い方変ですけど それまでは93年4年5年ってとにかくその試合大会があるんだから優勝するぞっていう根拠のない自信のようなものがあってまあそれがないとね応援とかしてられないと思うんですけどえそういう形でこうシーズンに入っていったと思うんですねあのサポーターは。ただ96年っていうのはその前の年まあブッフバルト選手ウーベバイン選手っていうのはまあ94年からですけどとにかくそういうその助っ人として。 いいうだけではない学籍選手存在感のある選手がその定着しそれからオジェック監督の就任によってかつ味味って言っては変ですけど覚えましたから福田正宏選手が J リーグ初の日本人得点王にもなりましたで2年連続最下位から年間4位っていうふうに躍進した年が95年だったわけで、まあ、そういうポジティブな要素は前の年にいっぱいあったわけですよですから当然 96年もう今年こそは優勝だという期待を持って開幕に臨んで全くあの不思議はないと当たり前ですよねただ開幕前にゴールキーパーの土田久志選手それからフォワードの福田正宏選手そしてディフェンダーのギドブ・フバルト選手が怪我をしてしまうというそれでしばらく欠場というアクシデントがあったわけですにもかかわらず開幕5連勝を果たしたっていうのはやはりその前の年積み上げてきた その戦術の徹底もあったろうし選手のスキルも底上げチーム全体が底上げされていたんだろうなと思いますだからこの年バジール・ボリ選手という強靭なねディフェンダーの加入もありましたこれによってやっぱり守備が硬くなったと思いますあ,のあるトレーナーさんなんですけどバジール・ボリの皮膚まるで馬みたいだったとそのしなやかさと強さを併せ持ってたらしいですね っ触っっててわかるっていうふうふに言ってましたそれからこの年新人選手がね10人入ったんですけどそのうちの大卒大島健治選手と内館秀樹選手がデビューをしてその先発戦力になったと0人中2人って少ないようですけどこの当時ってまだこう2チーム分の選手を抱えていて練習もトップとサテライトに分かれていてサテライトからいかにトップに這い上がるかっていうその列に入っただけではまだ 本来の意味でもねプロ選手トップ選手ではなくサテライトに1回入りそこから這い上がる、まあ、いきなりトップに練習する人もいたんですけど、まあ、そういうやや2段階的な感じもあったので、えー、ちなみにこのあとこのシーズンのあと高卒で入ったこの年入った石井俊哉選手とかジョージおしんじ選手も、まあ、レギュラーになっていくわけですね。 えー、J リーグの話をしますとこの年初めてこう 2, 2ステージ制ではなくて通年制制のリング制にしましたまた、あ、96年 J リーグが16チーム体制になりましたから今までみたいにそれまでみたいに2ステージやってそれぞれホームアンダーウェイやってると全館で60試合になりますからさすがにそれはできなかったんだろうとまああの通年でホームアンダーウェイで30試合ですからちょっと試合減るので。 その分をあのナビスコカップを14試合にして、えー、補ったっていうのもありますけどとにかくリーグ戦年間通じて行うもんなんだなっていうのを、まあ、この時実感した人多かったと思うんですよ、まあ、その方がいいかなと思った人はいたと思います、えー、それはやっぱり後年の通ステージ制からもう一回あ,あ違う、ね、ごめんなさい通年制からもう一回2ステージ制に戻すっていう時の議論の時にねすごく参考になったと思うんですね。 なぜで、甲斐、ね、山崎ナビスコカップは勝てずに、えー、予選リーグで敗退してしまったんですけどもそれからエースの福田選手一時的に劇的な、ね、V ゴールで復帰したんですけどその後また今度は骨折という、えー、大きな怪我を負ってしまってシーズン絶望になってしまいました。だけどそのリーグ戦ではね6位から1回も下がることなかったんですね。 最低が6位、まあ、最終的にも6位だったんですけどで一時は首位にも立つ、まあ、つまり、えー、年間通してその優勝争いをしてたと言っていいと思うんですけど、まあ、これはやっぱりその踏ん張る力がついたのかなと勝利への執念というかで優勝に近い位置にいればやっぱり最後頑張れますよね、まあ、それがついていたんだろうなと思います、まあ、残り 21節から見てみますと、えー、優勝の可能性が消えちゃった鹿島が28節ですかそれまでの8試合の間1回だけ0ロ2で岩田に負けたっていうのがあるんですけどその他の7試合は全部1得点か1失点で勝つか、まあ、負けるか引き分け、まあ、勝つ方が多いんですけどそういうその競り合いの試合をねしていたんですねロースコアだったんです。えー、年間順位位はさっきも言いました、えー、6位でこれ 95年の4位より下がったんですけどもやっぱり年間通して安定していたことは間違いありませんで天皇杯でものまあ総合的にはだからあの93年まあ92年以降と言ってもいいかもしれませんけどまあ最も良かったシーズンなんではないかなと成績としてはねまあナビスコアップのことをちょっと今覗いてますけど。 ただそのオジェック監督と契約更新をしないという話は正直驚きましたあの、まあ、クラブの説明では、えー、2年間で堅守速攻という形は作れたただ相手が守りを固めるとそこを崩すということがなかなか難しかったので今後は自分たちがボールを持って、まあ、主導権を握って相手を崩すような、まあ、そういうチームにしたいと。そのために 指揮官を変えるんだという説明でしたそまあそうかなと思うんですけど、まあ、2年連続最下位だったチームを一気にこう年間4位に引き上げて優勝争いをするチームにまでこう強くしてくれた監督、まあ、今で言うとね J2 のチームを J1 昇格に導いたようなもんだと思うんですよね。 その監督を変えちゃうって言うんですからそ,その当時私はこう反対とか賛成とかいう立場ではなかったんでへえと思って聞いてましたでその監督変えるっていうんだから次は相当な人が来るんだろうなというふうに思ったのは間違いないですね96年の最後でオジェック監督なんですけどもあの以前にも言いました「マチテープログラム」の監督メッセージを自分で、まあ、ドイツ語でこう書いてくれたりですね、まあ、自分の仕事に責任を持つと。 人に任したくなないっていとううことなんでしょうねそういう人だったと思いますし、まあ、勝つための環境づくりも非常に大事にして例えばアウェー遠征の時そのバスで帰れるあの翌日のまあ2時3時だったら別ですけど、まあ、12時ごろに帰れるんであればそれで帰って、えー、自分の家で寝た方が絶対選手は休まるんだと、まあえー、それがあの100%正しいのかどうか分かりませんけど。 そういう信念を持って無理にやったりですね。あとはそうですね。あのスター選手でも規律を守らないようなことがあると、まあ、福田マサ選手も叱られたことあったと思いますし、それからあの95年、えー、ゴールキーパーでまあ、ほぼ全試合に出場した土田毅選手ですけど、あのさっきも言いました怪我しましたよね。で目の怪我だったので、あのまあ、途中で復帰して早く試合に出たいと。 その張り切るわけですよ土田選手はで彼声でかいですから「クリア」ーとか「キーパー」とかって、まあ、大声出して練習してるんですけどあ,のある日オジェック監督がコーチを通じて、えー、土田選手にですねその時の,あの正キーパーだった滝田選手が「やりにくいから大声出すなと」と言ってみたり派手は。 あのサテライトに行きなさいと別で練習しなさいとあの前の年ずっと守ってたまあ一番つけたコールキーパーでも今の試合を勝つにはちょっとまずいなと思ったら別の練習会場に行かせるとサテライトで練習させるとまあそういうことも徹底したいなと思います。 まあ一方、シーズン終了後実はあの私が呼びかけてサポーター200人ぐらいのまあ忘年会というかまあ納めパーティーをやったんですけどその時にサプライズでオジェック監督がフリントコーチと一緒に顔を出してくれるとかサ,パーサポーターへの感謝の気持ちっていうのは本当に強く持ってたと思います。天皇杯の準決勝でで前回言いままましした、たた国立で負けてっっ後もオジェックコールが止まなかったという話をしましたけど、え。ー ワールドカップでドイツがねかつて優勝した時1992年ですねオジェ監督はアシスタントコーチを務めていたんですけども、まあ、あの時以来の感動だったということをあの言っていたそうです。あの個人的にもねあの別れがつらかった監督なんですけど、まあ、10年後また一緒に仕事をすることになるとは思いませんでした。